予選 B を打っていきます。第5回 MJ グランプリ予選 B。前回予選 A を打って、結構いい数字を出して、今回は予選 B と。予選 B も8回打って、その 10% を決勝に持ち越しということで、ここが高ければ、決勝のスタートラインが他の人より前に行くんで、少しは有利になると。上は、おたかぜの親なのにおたかぜのペイを泣いて、マンズピンズなんで、まあ、ソーズの本一でしょう。おたかぜ、おたかぜ。本一ドラ1 5%。虎のリャンピンまで叩いてるんで、まあ、ソーズ1本で。気配は危ないですね。ニックで本一狙うかっつったら、まあ、ただ親なので、親の場合は、ニックで本一連チャン狙いも普通にあります。あれ急走が出てきた。多分、もう染まった可能性ありますね。本一のみと。ニック。まあこれは間違いんだよ。連チャン狙いの。親ならこれは大いにあります。子供だと、こういう本一のみ2000点、なかなかないので。少なくとも1巡目からポンチーして、必死に来て2000点。これはなかなか子供だと、まあ、ないというか、あんまり意味ないというか。まあ親なら普通です。逆牌の難をポン。虎は9万。勝負はトン3とトン4かなと。トン1と2は特に点数動かなくてこんな感じの点数で振り込まなければいいかなと。トン3の親、トン4の帳尻合わせのオーラス。この2曲が勝負どころなので、トン1と2はそんなに必死に頑張んなくても。逆牌を勘。これはまあカンドラあるしリーチ。まあ完全な理由ないですけど自敗なんでトン。リーチ。ドラ3 8000。ドラは数ピンになりました。プレイヤーはなんちゃです。ドラは数ピン。現在のトップは下茶です。勝負の行方はこれも大した手じゃないですね。転敗したところでって感じですね。おお、まあいきなりそこ引くなら転敗の可能性はありますけどリーチのみ。あ、チャンタに一歩近づいた。まあ、ちょこっとチャンタぐらいは、このトン1トン2は、まあ遊びというか、そんなに必死になる場でもないと、自分の中では踏んでるんで。これでリャンハン確定です。自分の手配より周りの場を見ようと。そんな一曲でしょうか。フェアがダブトンをポン。ここは一歩後退。おっと、ここでリーチだ。プレイヤーがどう出るのか注目です。果たしてここをしのげるのか。ロンの声がこだまする。これは早い上がりですね。いい待ちだ。連ピン一発ドラ3。トップまで8000点。ここで稼ぎに行く。ここは場より自分の手格を見て。まあ、リーチ、ドラ1、ザンクがいいところ。しかもカンチャンペンチャンばっかり。ハイパーは良くない。場が静寂に包まれている。場は膠着状態だ。何でもいいので連チャンしてもう一回親のハイパー迎えれたら100点という手格好なので、まあ必死に前に進むんですが、リーチはかけれても上がれるかっていう感じですね。関羽湾天山像、関リアンピン、一体どんなドラマが待ち受けているのか。一応シャンテン数取ります。なんか言いそうぐらい切って、数腕浮かせて、くっつけた方が、上がれる方、おーっと、ドラ切りリーチ。まあ、リーチにたどり着けて、あのハイパイを、まずリーチにたどり着けたっていうのはいいんですが、ちょっとおー、いいね。ローソーを持ってきたんで、ちょっと親リーに、回し打ちしてくれて、三蔵出るのを期待。相手の出方を伺っているのか。神茶、ここはプレイヤーの現物を落としていった。左は攻めるでしょう。右は攻めないでしょう。上もまあ微妙ですね。ただなんリーソー手の中から出してウーソーポン食いたんに行ったなぁと。何これは意外。なかなか上がることができない。まさか右が攻めてきているとはちょっと思わなかった。ローピンパーソー、ああ現物切ってるねと。降りたなぁと、回したなぁと思ったんで、まさかリーチしてくるとは。背底をこっちに回してきた。これで上はクイタンのウーマン、右は三蔵、同じ町。親の連チャンならず。これは苦しいですね。強卓が2000あるんで、8000を上がればマンガン上がればトップ。実質6000点差です。6000点差。まあ、マンガンが一番現実的。この手をマンガンとするとドラ頼みぐらいしか思い描けないですね。ピンフはつけれそう。ドラ1 D ピンドラ1の裏1枚期待リーチ。そんなところがまあいいとこでしょう。誰が一番最初に仕掛けるのか。ここで仕掛けていった。ジャンクなら裏1でトップなのでいいんですが、トンなんか重なっちゃって26になると、裏のって52なんで。いいね。右はリャンピン224から2、ピンズの224から2をポン。食いたんかなと。コロチ。場を制する人物は一体誰なのか。5ピン引いたらまあ即リーでいいんですが、数万引いてもまあリーチでもいい。イーマン引いた時一番微妙。場に緊張感が漂っている。さあこの牌はどうする。ここも我慢した。ゴロチゴロチ。いやーちょっと待て。ちょっとゴロチに行きます。これイーマン引く可能性あって。イーマン引くとプランが全部崩れるんで、強引に3色を確定させて、ちゃんとここにして、単野を3色ドラ1。闇で8000。いや、苦しいな。ここが重なってもまあリーチ。各社どのように打ち回していくのか。リーピンドラ1か、単野を3色ドラ1どっちか。なんか変に手が高くなってピンズ重なってリーチピンフドラドラ8000逆転確定23あたりちょっと角が弱いですね。結構真面目にトップ見てたりするので、おっとここでリーチだ。プレイヤーがどう出るのか注目です。果たして追いつくことができるのか。勝負の土俵にも上がれず曲が終わってしまいそう。せめて一巡だけでもいいのでリーチさせてアーチ。あっとくっそくっそ、タイヤを3色ドラドラ8000を阻止された。まあ苦し紛れにテンパって、もうちょっとこれ切る。危ないけど最低のこんなたった2敗でもイースーマン出る可能性あるんで、もうそれにかけました。出ない。まあ、麻雀なんであるんですが、特に上がれず2万5000から一歩も動かず終了。ただ、MJ のルールの都合上、9回目を打てば1回目が消されて更新されるんで、10回目を打てば2回目が更新される。こう、8連続の数字が横にスライドしていくんで、一番最初に4茶3茶引けば、9回目を打てばこの1番目と交換できるんで、これは戦略的に全くルールの範囲でルールをうまく使っていることなので、9回目を打って1回目をこう右にスライドさせて、とりあえずスタートは1茶からできそうです。次に4茶引いたら9回目10回目打てば1回目、2回目をこうスライドさせていけるので、そういうルールの活用はすると思います。特に上がれず、振り込まず、なかなかチャンスが回ってこず、トンさんの親の時に連チャンできなかったのが痛い。帳尻合わせもできなかった。そんな一局でしたが、まあ MJ のグランプリ打っていきたいと思います。ありがとうございました。